はい、こんにちは。今回ね、お話しするのはね、これよくね、私の弟子の中でね、まあ、ショーマネさんとかね、平成マニア君とか、その、アマニア君とか、まあ、いろんな人がいるんだけども、よくその20代ぐらいの若い兄ちゃんからね、10代ぐらいの子供、男の子とかがよく間違えてるのがあるんですよ。何をよく間違えてるか、という場所ですね。例えば、この RX7 ありますね。で、RX7 こうやってパッと、まあ、いつもこのようにこう見せお見せするわけですよ。で、そうすると、ここに1999年と、ちょっと見にくいかもしれないんですが、書いてある。で、書いてあるから、これ1999年に発売されましたってよく言ってるんですね。例えば、ショーマニ、まあ、わかりやすいところで言うと、ショーマニさんとか、平成マニア君とか、まあ、他にもいろんな方がいろいろいらっしゃるんだけど、その方たちの動画をよく見てください。一つ一つよく見てください。必ずと言っていいほど言ってる確率が高いんですね。で、それで、これ1999年って書いてあると、あ、1999年に発売されましたって言うんですよ。これがね、私、市場から言わせるとね、これは本来だったらタカラトビーがね、お知らせをしなければいけないんですね。ところが、タカラトビーは、なぜか知らないけど、動画でそういうこと言わないもんですから。で、私が言ってるんだけど、本当なのかな、この人は、みたいなね。疑いを持ってる人もいるみたいなんですね。だから、これはね、本当にわかる例があるんですよ。これは、例えば、ある意味、この事実を知ったら、その人たちも大変ある意味、もうお恥ずかしい話になってしまうんですね。ただ同時に大変お恥ずかしい話に思いをしてしまうかもしれません。というか、してしまうと思うんですけども、まあだけど改善を、これを機に、動画を、私の動画をもし見てればね、これを機にその人たちが改善をしてくれればいいわけですよ。問題は、それを見ても改善しなかったって人が、ものすごいどえらい恥ずかしいんです、あれにね。だから、これを見て改善してほしいのは、この動画を見て改善してほしいのは、まずトミカのホームページありますよね。最近だとトミカは毎月毎月未来、トミカが発売されますよ。まあ、初回特別の場合でね。で、発売されますよっていうのがあります。で、そうするとそこの中にトミカ歴史館っていうのがあるんですね。で、トミカ歴史館っていうのは、これはご存じのように、タカラトミーが、今まで作ってきた1970年代から、まあ、現代までのトミカのほぼ全てのやつをずらーっとこう載せてるわけですよ。で、まあ、最近に出たトミカを、まあ、除いてですね、トミカ歴史館の中で、発売されていた、まあ、今からちょうど5年ぐらい前のやつから1970年代ぐらいまでのやつだったらずらーっとこう車種別にこうそれこそこう細かく分けられていて、写真付きでこう細かく載ってるんですね。で、そこに年代順が1980年代、90年代、95年とか2000年とかって分けられてるんですよ。で、それをよく見ていただければもう一発で分かるんですね。というのは、この RX7 に関しては1999年に発売されました。ファイナルアンサーかっていうね。まあそういうのがありましたけど、しますね。で、答えはそれはファイナルアンサーなんですよ。なぜならば、この RX7 に関しては1999年に出ました。これはトミカの歴史観というものを見れば、年代の順に載ってるから年代順を見ればわかるんです。ところが問題はこれです。エルグランドですね。初代のエルグランド。さあ、じゃあこれも1999年と、例えばここだけ見るとね、書いてあるんだから、じゃあその時で発売されたものだと思いますでしょう。ね、そしたらこれがファイナルアンサーですかって言うと、ね、ドゥルル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 ルってこうやって出てくるんですね。で、ここに、ここちょっと見にくいかもしれないんですけど、1998、残念みたいなね。なるわけですよ。ですから、なぜ残念なんですかっていうと、よくトミカ の, あの歴史観、よく見てください。1999年って書いてあるんです。なのに、今この裏を見たら、1998年と書いてあるんですね。
1年違うじゃねえかみたいなね。じゃあなんでそんなことが起こるのかっていうと、これは要するにトミカが、正式的な、まあ、許可を得てるんですね。まあ当たり前の話では当たり前の話なんですけども、まあ日産だったら日産、マツダならマツダ、トヨタならトヨタみたいな感じでこう許可を得てるんです。で許可を得て、でメーカーで許可を得て、そして同時にこうデザイナーの人の許可を得て、その上で、まあ、出来上がるんですね。でそうすると、じゃあその上で出来上がるからっつって、じゃあほい来たっつって、もう許可を得たからもうさっさと作って売っちまえみたいな、そんな風にいかないんですね。要するにそれは、まあ、例えば流れが早かったら、まあ、その流れが早ければ、まあ、例えば1999年に許可を得て、同じ1999年に販売されましたっていうことが、まあ、できるんだけども、中にはこういうふうに1年後発売されましたっていうというのは試作品をこう出しますね、サンプルですね、要はサンプル品をこう出したときに、それで日産の幹部の人や、デザイナーの人が会議室に呼ばれてこう見るわけですね。あるいはメーカーのところに持って行って、でするとこれ流的なんですけど、これを子供たちのところに売りたいと思うんですけど、おもちゃに売りたいんですけど、どうですかって言って、ね、少しでも変なデザインだったら、そういう車なんだと思われるのが、商売に差し支えがあるので、ちゃんとしたものを作ってほしいわけですよ。で、そうすると、あ、これはダメだってなったら、作り直しっていうことになるんですね。ですから、まあそういうこと。もっと分かりやすく言えば、いいと思って昔番組があってね、それでは番組の最後方になったね、それではまた明日来てくれるかって言ったらね、いいと思うみたいな、ね、でその明日っていうのは、まあ、次回ってことですね。次回にその来てくれるかなって電話でして、タモリさんがね、でそうするとゲストの芸能人とかいろんな人が、あ、いいよいいです、いいと思うって言うと、もうそこで番組が終わるって、それを長いことやってたんだけど、それみたいなもんですね。ところが、スムーズ通り、じゃあ明日来てくれるかな、来週も来てたら、あるいは来週来てくれるかなって言って、いいと思うって言って、すぐ返事が返ってくればいいんだけど、いや、それはちょっと今すぐってわけにはいきませんみたいな、もうそういうのがあるんですね。で、そうすると、まあ分かりやすいかなっていう話なんですが、まあ、そういうことなんですね。例えば最近だと、例えば、まあ、バイクだったかな。どこのメーカーの場合、確かホンダだったというと、ホンダだかヤマハだかどっちかだと思ったんだけど、そのバイクをタカラトミーが正式に出してた時に、まあ、許可を試作品を出して、で発売されるっていうのが分かってたんですね。でそれが発売を前にこの試作品作りましたから、それをこうどっかとは許可を得れば、発売、その月に発売されるっていうのが、ところが発売されなかったんですね、そのバイクは。初回特別の方で何か問題があったのか、それともその通常の移動でバイクとして何か問題があったのかはちょっとわからないんだけども、まあそこのところでトラブルがあって、作れなかった。おそらく試作品を作って持っていったところ、例えば不具合が起きた、すぐ壊れるとか、あるいは塗装の流れがすぐ落ちてしまう、あるいは作りそのものがリアルじゃないということがあって、でこれは何だっていうことでもう一度作り直したいということがあって、でそれで、延期になりました。ホメパトの場合もそうですね。ホメパトの場合もあれは通常のトミカではないんだけども、86 の, ピンクのパトカーだったんだけど、あれもあれですね、その発売日が何月ですよって言った時に、じゃあその時に発売されますよっていうふうに言ってたんだけど、発売間近ぐらいになって延期ですってなったんですね。だからあれはあくまでもそのために予定として入れてるわけなんです。ただそうすると、私たちってのはその予定っていうのがどっかでこう忘れちゃうんですね。ついて言うから予定になるとその通り発売されちゃうから、だから通常でいくと第3土曜日に必ず発売されるので、そうすると予定というものが頭からすっぽり入らなくなっちゃうんですね。忘れちゃうときなんです。で、それと本立ちなんじゃないかなと思うんですね。よく間違える人が多いっていうのは。
要するに富岡というのは時代から120代まで全般でしょ。で、大体それを毎月何が出るかなっていうのは、それこそ富岡のホームページを見て、で、毎月例えば10月、今月の11月何が出るかなって言って見るわけですよ。で、それで見て、あ、これが出るのか、例えば、今月でしたらセンチュリーが出てくるのかって言ったら、じゃあセンチュリーを、買おうかなって言って、で、店に行って朝早く並んで買ってくるわけよ。で、買ってきて、裏を見たら、あれみたいなね、あれおかしいなんて、なるわけ。なることが、まあ、ある可能性があるわけですね。なので、その裏を見たときに、そこに2019と書いてあれば、あったから、じゃあ2019年に発売されたんだなって思ってしまう。そこがある意味、教習所でいうと、引っ掛け問題みたいなもんで、それは2019年に発売をされたのではなくて、2019年の時に許可を得ましたってことなの、仮にね。で、そうすると仮にそれが2019年に許可を得たのでってこと、ね、今現在の私が言ってること、今現在の時代は分かんないよ。だってそのセンチュリーはまだ発売されてないですから。この少なくともこの動画を撮ってる時は、まだその新車も出てないし、発売もされてないですから。ただ、同時に手に納車もしてないからね、まだ。だからそうすると、それを納車したときに初めてまあ分かるわけですよ。でも、そこで確率で分かることは、この裏に書いてあるというのは発売年ではなくて、規制上の許可を得ましたという年なんです。でこれをよく間違えてしまう人がいるんだけども、そこの違いなんです。ですから、その違いをはっきりと、鑑定するには、まあ、誰でも、じゃあみんな、じゃあ何、トミカのなんか資格を取らなきゃいけないのかなとかって思ってるかもしれないけども、いや、みんなトミカの資格を、まあ、そもそもないですけどね、みんな、じゃあその資格が仮にあったとしても、じゃあそれをみんな取らなきゃいけないのかって言うと、そういうわけじゃないんですね。例えばそれは、ある意味、そのトミカのホームページで、ご丁寧にですね、まあ、最近の2、3年前に出た、2、3年出たやつは、乗ってない場合があるんだけども、まあ、少なくとも5年ぐらい前のものとかから、まあ、一番初期に出て1970年代のトミカがこういうのがありますよって5年代中にバーって歴史館で出てるわけですよ。でその歴史館でこの自分の持ってる買ってきたそのトミカとこう見比べてね、スマホとかパソコンで見ながらこう見比べて、で検索をして、でそうするとそれを見ると、あ、同じのがあったってなるな。で、同じのがあったときに、そのところで一番この端っこの方に、文字が書いてあるんです。何年、何年ですみたいな。何年に発売されたのは一覧表ですみたいな感じで。で、そうすると、その一覧表を見ると、その年に発売されたかどうかが分かる。で、そこにこういうふうに98年とかってこと書いてあると、それが98年のときに許可を得て、で、99年に、コネルブランドが発売されたんだなっていう、そういうことがすぐ分かるんですね。ですから、まあそういうところの、違いがあるということです。だから今後、例えば小森さんとか平成マニア君とか、まあ他のそういういろんな方々がね、あとはサラクメ君とかもよく間違ったりなんかしてたな。だからあの人たちが、よくそれを、ご勉強なさって見比べて、で昔のやつを手に入れたね、昔のやつを手に入れたらそれを見比べてみて、で、あ、この年代だっていうのが分かったらね、ぜひ見てください。そうすると、あ、この年代のと、この年代なんだなっていうのが分かる。で同時にそれを知ると、喜びがまたさらに奥深い喜びになる、変わりますからね。確かに今までその間違った情報を言ってしまった、あ、恥ずかしいっていうのね、もう穴があったらね、木の中に穴があったら入りたいなみたいなね、そのぐらいの気持ちがみんな一瞬になってしまうかもしれないけど、だけどそこにこうパッて気づいた時ですね、そこにまた新たな快感に道が開けていくわけですが、要するにそれを分かった時に、あ、なるほどと。じゃあそうすると、この許可を得た年と、製造された年、発売された年、
で、そうするとそれを見た時にそういう違いっていうのが分かるじゃん。で、そういう違いだろうか分かるとなってくると、じゃあ自分のうちに一体何台トミカだけども何台あるのか、通常版だけども。で、そうするとそれを全部持ってきて、で、一台一台ずつ確認する。まあこれは長い日にちと時間はかかるかもしれませんが、まあそれでこうデータで、例えばワードでもエクセルでも何でもいいから、まあそういったものでこうバーッと入力してね、で、そうやって調べてみると、まあ面白いかもしれませんね。というわけです。ですから、まあ、なかなかこう、あれなんですね。まあ、知れば知るほど、ね、昔は知れば知るほどディスクシステムっていう話だよね。ずいぶん昔なんですね。まあ、そんな CM が昔、昔ありましたけども、まあ、知ると、まあ、喜びに変わるか。だから、知らないと、まあ、なんかどっかで伝記の人が言ったかな、知れば喜びに変わるんだけど、知らないと無知の状態のままでいると恐ろしいみたいなこと、確かに誰か伝記の人がなんかそんなこと言ってたような気がするんだけども、あるんですね。だからやっぱりそういったことをやっぱり調べるっていうのも大事だと思う。そこまで例えばトミカにあまり興味ねえやとかねそういう人だったら別にそこまで調べなくてもいいかなと思うんですよね。トミカとか車にそんな興味ねえやって人はね。ただ、まあ、トミカとか車に興味があって、少なくともまあそれをこう動画で出そうっていう人だからね。例えば、仮に同じ興味があるにしても、例えば動画を出してない人ね。動画を出してない人には、ある意味関係のない話かもしれないよね。だけど、動画を出してる人にとってみれば、やっぱ関係があるんですよ。それは自分だけが間違ってるっていうのをもし伝えてしまうと、見てる人たちも、その後輩の人たちも、後輩からまた後輩へとどんどん間違った情報がこう拡散されてしまうので、あるんですね。だから、そこのところでね、なんで宝取りがちゃんとした情報を言わねえんだっていうツッコミがあるんだけども、まあ、宝取りだってちゃんとそういう面では責任が私あると思うんですよ。宝取りだって、そうやって歴史家を作るぐらいですからね。ちゃんと動画でも言ってるじゃん。1970年代からグループアートから始まりましたよって、そういうことを言って説明できるわけだから、プレミアムが5周年経ちましたよとかね。だったらば製造年月と発売年は同じものも同じ年のものもあるけど、違うもの、製造基本的には製造道路を受けた製造の年と発売された年は基本的には違うんですよっていうことを、これを教えなきゃいけないんですね。ていうか、そこが一番大事なところだと思うんですね。それを言わないのは、メーカーとして宝トミーのおもちゃを販売しているメーカーとしてはどうなのかなと思うわけですよ。何にしたってね、今 YouTuber って言い方もおかしいけども、その YouTuber ってやってる人も多いわけでしょ。で、その人たちを講演して、特にはね、スポンサーとして提供、その YouTuber の人の、まあ限られた人だけど、そのスポンサーとしてやってたりとかね、あるいはその動画会社を通してもやってることもあるので、そういう人もいるから、だからこそ宝トビーはそういう大事なことを言わなければいけないんだけど、まあ自分たちの考えとしては、いや、それはトミカ歴史館でホームページ作りましたから、それでいいじゃねっていうふうな、そこが甘いみたいなとこなんですね。だから昔甘いって言われてね、お笑い芸人の人がね、兄ちゃんいましたけどね、本当そういうところが甘いっていう感じ。だからそこを本来は言わなきゃいけないんだけど、それをいつまでたっても言ってくれないからね。いつまでたっても言ってくれないもんだから。で、言ってくれないから私が言ってるんだけど、私が言った言葉だってね、なんか信用できねえなこいつはみたいな人がいるみたいで、なかなか信用してくれない人がいるんですよね。で、ずっと私が嘘じゃないよっていうのをね、やりたいなと思う。で、本来で言えばそのトミカの、じゃあそのホームページ本当にあんのかって疑う人もいるかもしれないから、その画像をパッとこう見せたいんだけども、でも勝手に見せるわけにはいかないですからね。こうやって喋ることは自由だけども、勝手に見せることはできないんですよ。勝手に見せるとそれこそ著作権というものがあって、ね、それでなんで勝手に写したんですかってことになっちゃうんですから、勝手に写すということはできないんですが、まあお話のみからこう聞いてね、で、それで検索していただければいいかなと。ですから、トミカに対する、豆知識とは言わないんだろうけど、まあ、
まあ、トミカの知識としての一つということでございます。だからこれを機に、例えば、まあ、あれですね、昭和さんとか、平成マニア君、雨宮君、あとは、あれですね、サラクネ君とか、まあ、いった方々が、ああいった未来の弟子の方々が、そしてさらにまたその弟子の方々が、方々に間違った情報をどん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 こう伝えないためにも、正しい情報、できるだけ正しい情報を伝えてほしい。ですから、まあ、これを、まあ、私としてはこう言ったわけです。ね、私だって伊達に2012年からずっと動画でやってるわけじゃないですからね。ですから、もう伊達に2012年から、いい紙にトミカ紹介しましたってやってるわけじゃないから、ずっとやってきたから。だから、まあ、それはちゃんとにこう、言ってほしいな、やってほしいなっていうのがあります。ですから、まあ、同時にこれで、新しい知識というものを、新しいものというものを獲得しましたから、ね、この動画を聞いていればですよね。で、そしたら、それをまた参考にしていただければ、なるかなというふうに思います。というわけで、どうもありがとうございました。